福島県立白川高等学校は、福島県白川市南上町にある県立高等学校。通称は、白高。1922年設置の旧制白川中学校を前身とする。全日制で普通科と理数科がある。1997年に、それまでの男子校から男女共学の高校となった。県南の中心都市である白川市を中心に、 西白川郡東白川郡石川郡岩瀬郡の一部から生徒が集まり、栃木県から越境入学してくる生徒もいる。校歌は、白中、第二大校長の工藤正勝作詞、東京音楽学校教授の岡野定一作曲。校歌の他白高応援団歌、花屋一時、真ハギが、裏は卒業後も OB 会などで歌われる場合が多い。この他に、 壮南白高生に捧げる歌が存在する。また、創立から効果が一度も変わっていない高校は、福島県内では珍しい。学園祭は、登竜祭と呼ばれ、白川明高校、白川実業高校との持ち回りで3年に一度開催される。出展などの一般公開やクラスごとのステージ発表に加え、白川市内を練り歩く仮想行列が目玉になっている。 創立記念マラソン大会、校内スポーツ大会群内一周クラス対抗駅伝大会がある。以前は、上記、マラソン大会と駅伝大会のほかに、水泳大会、球技大会、運動会、サッカー、柔道大会が行われていた。単育系文化系、ありがとうございます。